車好きのパラダイスザモーターウィークリー、藤本恵美里です。今日も30分間車話満載でお送りしていきます。皆さんどうぞ最後までお付き合いくださいね。さあ、そして本日もマニアック自動車ウェブオートプルーブ編集長高橋明さん参加していただきます。高橋さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もうなんかね、この時期はどうしてもですけど、うん、しょうがないんだけど、うん、やっぱこうなかなかこうドライブできないなと私は思ってまして。ドライブ、あ、ね、この間雪すごかったもん ね、うん、なんかね、そうなんですよ。で毎年東京はさ、東京横浜都心部は雪降ると大渋滞でしょ、うん、はい、で夏タイヤのまま走ってる人たちがね、うん、多くて結構危ないですよね。危ないっていうかね、あれ見ててもね、もうダメですよ。だから雪降ったらもう夏タイヤは絶対ダメで、冬タイヤじゃないとダメ。それと四駆だから平気って誤解してる人もいっぱいいて、四駆でも夏タイヤだったら全然ダメなので、もうそこは諦めて雪降ったら夏タイヤの人は乗らないというふうにしないと、交通渋滞ね、それから事故もうすごい危険になっちゃうんで、そこはね、そうですね、やめましょうね。そうですね、そこはみんなでね守っていかないと ね。はい、そう、雪が降った日はできるだけ歩くっていうね、気をつけて外出しない方がいいんじゃない。まあまあね、そう、それが一番いいんですけどね、仕事がなければねそう、でも皆さん何よりね、もう風邪をひかないようにとにかくね、まずあったかく過ごしていただいて、そしてね、それでも守りながら冬を乗り切っていきたいなというふうに思います。さあ本日なんですけれども、実はザ・モーターウィークリー初めてなんですってというモータージャーナリストさんが登場。初登場。そうなんですよ、うん、川口学さん、はい、初めてなんですね。ね、ね、ということでどんなお話が伺えるのか、ぜひ皆さんも楽しみにしていてくださいね。 The Motor Weekly。藤本恵美里がお送りしているザ・モーターウィークリー。さあ今夜のゲストをご紹介します。モータージャーナリスト川口学さん初登場です。よろしくお願いします。川口学です、よろしくお願いいたします。お願いいたします。ザ・モーターウィークリーには、はい、川口さん初登場してくださる、ね、ということで。そうなんです、Facebook とかで、はい、同業の方がよく出てるのを見てました僕もいつか出させてもらえるかなと思ったんですけども、いつ声かかるのかって、はい、いやそんなそんな、もうねすごい、本当もう学さんの熱強いファンの方がいらっしゃるのですごく光栄です。おはようございます、こちらこそ光栄です、よろしくお願いします。いや今夜はですね、本当に学さんファンを取り込もうと思ってお送りしていきたいなというふうにね、思っておりますけれども、はい、今日はちょっとなんかこう人となりだったりとか、なるほど、はい、あとはやっぱりモータージャーナリストとして、うん、それでもねこういう車が好きなんだみたいなきっかけだったりとか、うんうん、そういう話も伺っていきたいなと思うんですけど、いいでしょうか。番組のねリスナーにこう自己紹介的に、はい、わかりました。なんか伺った話によると、はい、川口学さんといえば、はい、なんかスポーツカー好きっていうイメージが皆さん持たれるっていうふうに伺ったんですけど、そうなんですか。そうですね、やっぱり昔からスポーツカーはもちろん大好きで、はい、常にスポーツカーは所有はしているんですけれども、はい、特に若い頃はですね、まあ、今48なんですけれども、特に若い頃はやっぱりみんなそのスポーツカーに憧れたりするっていうことは結構あると思うんですが、この業界はみんなスポーツカー好きだよね。みんなそうですかそうなんです。まあやっぱ走ってね楽しくて気持ちいいっていうのは非常にそれだけで魅力ですし、うん、 そうだよね、そこに憧れるっていうのはやっぱり素直な、ね、感情というところですよね、うん、今じゃあ実際に何をこうプライベートで所有されてるのかなっていうのをズバリ、はい、気になっちゃうんですけど。車はですね、3台あるんですけれども。3台、はいはい、まずですね、メルセデス・ベンツの GLC っていう車があります、はい、これ SUV ですね、はい、でそれとスバルの BRZ、はい、まあ、これはFR のスポーツカーなんですけれども、それとホンダの S660 という軽自動車のスポーツカーがありますね。その3台を所有してます。結構なんかそれスポーツカーにね、ねやっぱりお好きなんだ。でも意外かと思われると思いますけれども、はい、2台ともオートマだったりするんですけどね。あ、そうなんですか、はい、それは何かこう理由があるんですか。これやっぱり妻も運転することができるので、あ、はい、AT にしてるというのもありまして、うん、あと MT の場合は仕事でいくらでも乗れるというのもあるんで、うん、とりあえず AT に乗ってみるというのも一つ、うん、価値観かなと思いまして、うん、昔は当然自分でマニュアルのスポーツカーをいっぱい持ってたんですけれども、はい、それだけじゃなくて、要するにもっと広いですね方々に
その乗れるようなスポーツカーっていうのも自分の生活の中で試してみるっていう一つのがありまして、マネーティングをあえて選んでますね。どのぐらいのスパンでこうあの車買われるんですか？そうですね、僕はあの早いんですよ。結構早いね。2年ぐらいで多分年ぐらい最長で2年ぐらいだと思います。じゃあこう今、はい、これ次買おうかななんて思ってる車を教えてもらえちゃったりはするんですかね？いやまあそうですね、まだなんとなくしかイメージはないですけれども、はい、その電気自動車はなんかもうそろそろ、はいはい、その生活の中に入れて試してみたいっていうふうには思っているんですよ、うん、そのタイミングがいつかっていうのはちょっとわからないですけれども、うん、それは一つありますし、まあもちろんなんかこう新しいスポーツカーが出てくればそれはそれで興味が出てくるとは思いますし、まあ僕ねとにかくあの新しいものが好きなんで、割とその皆さん自動車ジャーナリストっていうと円数な方が結構多くて、古い車大切にされてる方というのもいっぱいいるんですけども、僕はとにかく新しい車が好きでそれを試していくっていうのが非常にこう、うん、あの自分のなんかこうスタイルですね。なんかあの SNS もやりすぎると早いもんね。そうですね、あのそういうのもね僕大好きで、アップル系のものもね、はい、あっという間にそういうのはなんか手に入れたりとか始めてみたりとかっていうのは結構あの早い方かもしれないですね。ただの新しいもの好きですけど。いや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 、でもねなんかそれでありつつ、うん、あれですよね、必ずこう車に自転車を積まれたりとかね、はいはいはい、されてますよね。そうですね、40過ぎてからやっぱり運動するようになって、今はトライアスロンやってるんですけれども、はい、ね、すごいよね、はい、そういうトライアスロンやるとやっぱり、まあ、あのスイム、バイク、ランニングってあるんで、自転車を車に積んで見たりとかっていうのもなりますし、だから今まではその自動車のラゲッジルームっていうのは本当にあのメーカーの言いなりでしか知らなかったわけですけれども、広さはこのくらいですみたいな、実際にどんなものかっていうのは分かんなかったんですけれども、自分でやっぱり積むようになったら非常にシビアになりましたし、これが積めるのか積めないのか、積みやすいのかみたいなところにもあの頭が行くようになったっていうのもありますよね。なんか結構その車好きな人たちにこうある意味こう指針を出してくれるというか、川口さんならではの、なので今日もねいろんなお話が伺えるんじゃないかなっていうふうに思ってますけれどもね、楽しみですが、あの後半もぜひよろしくお願いいたします。 The Motor Weekly、ザ・モーターウィークリー、本日はゲストに川口学さんお迎えしてます。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで川口さん、高橋さん、後半どうしましょうかね。聞くところによるとね、川口さんもあのリーフをなんか1000キロぐらいも乗ってるっていう話で、そうですね、ね、だからその辺ちょっと詳しく聞きたいなと思って、で、はい、この間あのリーフちょっと大特集やったじゃない、はい、その時にいろんな話聞いていろんなことをこう今頭でっかち状態じゃない、うんうんうん、でちょっとこう実際に、ね、乗った話っていうのを聞いてみたいなと思ったんだけど、先日その、ね、リーフの放送をしましたけど、はいはい、結構メッセージもいただいてて、うんうんうん、ちょっと今先にじゃあメールご紹介してもいいですかね、はいはい、ラジオネームブルーリボンさんから、ね、こんなメッセージいただいてます、放送を聞いて行ってきました、リーフの試乗です。早速試乗となるとお店の中でプロパイロットを体感、一般道から高速、ブレーキの回数の少なさは疲労軽減に最適だと思いました。でもエンジン音や回転数を気にしないあの静かな空間は物足りないとディーラーの方に話したら、静かな空間がより安全性を生むんだとかっていうね、実際早速ね試乗にね行ってきていただきました、ね、なんかね磯部さんの話聞いてるとね、うん、乗りたくなったもんね。なりました、ね、そう、磯部さんがまた上手なんですよ本当にもう、ね、でも川口さんすごいですよね、その距離。そうですね、やっぱりあの仕事で何回も借りるっていうのがあるので、はい、そのタイミングが結構頻繁にあったというのもありまして、はい、非常にまあ長くを乗りましたし、うんうん、まあ、あの仕事をその撮影とかする中で乗ったのもありますし、そのタイミングであの借りてる時にですねちょっと遠くまで行かなきゃいけないことがあったりして、結構距離も乗ったりしたので、うん、結構もう1000、多分今そこに1000キロって書いてありますけれども、1200〜1300キロは多分もう乗ったとは思います。増えてる、はい、ですね。もう一気にこう長距離行ったのってどれくらい？一気に長距離行ったのは、ここ横浜に日産のヘッドコーターがありまして、はいはい、そこであの車を買い出しまして、そこからですね都内を経由して群馬県の太田に行って、うん、で太田まで行って
って戻ってきて、とかですね。太田往復すると300キロぐらいあります。そうだよね、はい、それもありますし、あとはそれ充電なし。いや充電はしました。あそう、やっぱり、1回はすることになりますね。なのでどのタイミングでそのするかというのもポイントなんですけども、その日はたまたま昼間に日産で車を扱って、太田に着いたのが、まあ、3時とかそのくらいだったと思うんですけれども、で取材をして、で帰り道にだいぶ余裕はあったんですけれども、一度1回入れておこうということで、まあ、ちょうどあの取材でお昼も食べてなかったので、そこでお昼食べるときに刺してみたいな感じで、でそこで1回っていう感じですね。でもう1回は三鷹の自宅からですね、関越道に乗って、群馬のサイクルスポーツセンターというですね、ところがあるんですけれども、三鷹温泉の方なんですけれども、そこに行って帰ってくるというのもやったんですけれども、それもまあ350から結構遠いよね、はい、遠いですね、あるんですけれども、それもでも実質1回ですね、やっぱり、まあ、要するに実質1回というのは、行って帰ってくる間に1回入れて、家に着くとほとんどもう空ぐらいになっているので、家に着いた時にはもう1回入れるということになりますけれども、まあ、仕様としては次の日からということになるので、距離に関して言うと、その1回充電すればほぼほぼ行けちゃうかなという感じで、まあでもそんだけの距離を1日で走るのって我々は当たり前のようにやってるけど、そうですね、普通の人あんまり走る距離じゃないし、ね、あんまりないですね、ですし、我々もまあ普段のその生活でいうと、まあ試乗会行って帰ってくるぐらいだとそんなには走らないので、あの、まあ、全然充電なしで行けるだろうなと思いますし、なんか30分充電、急速充電しないといけないと聞くと、割となんか長いなと一瞬思うんですけれども、実際にやってみると意外に短くて、あのご飯食べると、あのそうか、そうともすればちょっと もしかしたら間に合わないんじゃないかなっていう感じで、ね、逆にあの待ってる人いるんじゃないかなって気になっちゃうぐらいの時間なんで、あっという間に過ぎちゃうんです、ね、この間磯部さんが、ね、来て言ってたのが、はい、今もう高速道路上だとガソリンスタンドの数よりも、あ、そうですね、充電ポイントの方が多いと、で全国平均で延べで40キロに1箇所ぐらいはもうあるから、そうですね、高速道路乗ってる分にはまあ電結の心配はないねっていうところ、であとはだから地図上に出るんだよね、充電ここでできますっていうのが、ね、はい、ここで充電できますっていうのが、まあナビの中にも出ますし、それでまあ見つけていくことができるっていうのがありますよね。まあね、そういう意味ではなんだろう、不安はかなり少ないのかな、そうですね、あの不安はやっぱり少ないと思いますし、何よりやっぱりそれで得られるメリットの方がでかいなと思っていて、先ほど の, あのお手紙の方もそうなんですけれども、静かだっていうのがあるんですが、あれやっぱりそうだよね、すごく疲れないですね、静かなっていうのは。車ってやっぱりエンジンがあって音と振動を発生してるじゃないですか、でそれは、まあ、あんまり気にはしてないんですけれども、やっぱり人の体にはそれなりにまあ疲れの元にはなってると思うので、そういう意味でやっぱりそういったものがないとこんなになんか疲れが違うのかなっていうのはありますね。なるほどな。いやでもなんかね、あのすごくそのリーフっていろんなこうものがついてるって言ったら変ですけど、そうですね、はい、お話聞くたびにいろんな発見があるんですけど、川内さんどうでした、なんか実際乗られて発見だったりとか。あのプロパイロットという機構がついていて、これはまあ、あのすでに他の車、例えば日産でいうとセレナとかエクストレイルのそういったものにもついてるんですけれども、リーフにも同じプロパイロットという、要するに部分自動運転というかですね、前の車についていってくれて、アクセルブレーキを勝手に車の側がやってくれて、ハンドル操作もある程度勝手にやってくれるという機能がついてるんですけれども、これがねガソリンエンジンの車との組み合わせじゃなくてモーターとの組み合わせなんで、すごいシステム同じなんですけど、いいものに感じるんですね。いいものに感じる、要するに前の車について走るときに、前の車がブレーキ踏んだら自分の車もブレーキ踏むわけですよね、でその後前の車が再加速したときに自分の車も再加速するわけですけれども、ガソリンエンジンの車って再加速してくださいっていう信号を送ったときにエンジンが回転が上がるまでのラグがあるんですけれども、モーターの場合は全然ラグがないんで、あっという間にスーッとついていくような感じがあるし、加速自体も、まあ、エンジン回転が上がっていかないと加速していかないですけれども、モータースーッとそのままついていくので、なんかこうレスポンスのいいものに感じたりするんですよね、あ、なるほど、あ、じゃあもうスーッっていう感じなんですね、きっとね、そこはだからすごくいいなと思いましたね。はい、プロパイロットはあとあれだよね、自動駐車、あ、自動駐車ですね、あれがやっぱすごいね、はい、自動駐車もやっぱりすごいですし、この駐車が苦手な人にはすごくいいと思います。で普
通のバックの駐車だと割とまあまだ人間がやった方が早いなっていう人も結構多いと思うんですけれども、縦列駐車に関しては結構車の方が早いんですよ。そうだよね、はい、特に左前が感覚がわからないんで、まあ、入れるときにですね、一発で入れられるかっていうと狭いところだとなかなか難しいんですけれども、 そこはやっぱり機械の方が判断が早いですね。そうなんですね、はい、絶対ぶつかんないからね。そっか、いや私縦列駐車しませんもん不安だから。でもそうか、今ね車がそういうのも全部 ね、やってくれる上に、なんかすごくこうお話を聞いてるとこう電気自動車、リーフの魅力がどん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 ですね、この間から私すごく溜まってきてるんですけどあとね、もう一個やっぱすごいのは、やっぱそのドラビリなんだよ ね、 そうですね、これ意外にその電気自動車ね、舐められない、すごい。僕あのサーキットでも乗ったことあるんですけれども、あの車って不安定になった時に車両制御安定装置っていうのが働いてですね、ブレーキをつまんでスピンしないように車がこう制御してくれるんですけれども、その時にちょっとブレーキのガガガガガっていう振動が入ってですね、制御されるんですが、その時って普通の車だとアクセル踏んでも全然反応しないわけですよ、要するにエンジンの回転を抑えてるんですけれども、で車両が安定してからあのエンジンのですね、回転が上がっていくんですけれども、リーフの場合は姿勢が安定した瞬間にアクセルを踏むとすぐにですね、反応が得られるので、普通のガソリン車よりも姿勢のなんかこう立ち上がっていくところが早かったりとか、そういうところがですね、あの比べ物にならないぐらいいいっていうのがあって、じゃあレースいいじゃないですかね。レースもだからある局面だけ見るとすごく多分面白いと思いますね。来年から、来年か今年で日産がフォーミュラ E やるもんね。あ、そうですね、そっか、いやそれ楽しみになってきますよね、本当にね、なんかどうだろうね、いろいろお話伺ってて、こう川口さんが今こうリーフに乗って、一番なんかここ魅力だなって感じた部分ってありますか？あの先日日産がですね、表情切除試乗会ってのやったんですけども、女神湖というところで長野県にあるんですけれども、ここでですね、要するに氷の上と雪の上でリーフは乗ったんですが、 E ペダルの価値がおそらくこの日を境に中で、ね、価値が3倍から4倍ぐらいになった。そんなに、はい、はい、ものすごくあのびっくりして、はい、その驚きっていうのは最近いろんな車に乗って、まあ、もちろん新しい車に乗ってるんですけれども、そういうのとはもう比べ物にならないぐらいの驚きがあったんですね。いやちょっと引っ張りますね、なんだろうなんだろういや本当ね、新しいよね、新しい、というのは、その E ペダルって街中でこう操作してるときはアクセル踏んで走って、離すとブレーキを効くっていうのがあるんですけれども、そのブレーキの効き方が実はポイントで、あのリーフっていうのはモーターの回生でですね、そのブレーキをかけてるんですけれども、その時に4輪を独立してブレーキ制御をかけてるんですね。でさらに減速していくと機械式のブレーキがまあ融合して、モーターの回生と機械式で両方あの制動をかけてくれるんですけど、その時も完全に4輪をコントロールしてその制動するんですが、雪道とか氷の上っていうのは非常に滑りやすいじゃないですか。ここで要するに普通の人って雪道氷の上で最初に運転した時ってブレーキとかアクセルちょっとこう普通のように踏んでみると、なんかタイヤが空転しちゃったりとか、ブレーキ、まあ、踏んでみるとちょっと車がツーッと滑っちゃったりとかっていう経験あると思うんですけれども、そういうですね、車が滑るっていうことがほぼないわけですよ。その最もこう高度な止め方をしてくれるっていうことはちょっとこれびっくりなんですね、やっぱり。そうなんです、すごい。いやじゃあ E ペダルは不安どころか、もう安心ですね、いや安全ですね。もう氷と雪の上で E ペダルを体感したら、もう絶対にあのここで普通のブレーキ踏みたくないなって多分思う。そうね、そんな自分が踏むなんかものほどちょっと信用できないというか、自分が人間が踏むのはやっぱり ある程度やっぱ操作はしてるけれども、やっぱ精度っていう意味ではやっぱ機械の精度はすごいなと、でもこれ忘れちゃいけないのは、まあそうですね、タイヤがやっぱり大事で、そうですね、タイヤと雪で走って、はい、接触してるわけでしょ、だからスタッドレスで走ってるっていうのを忘れちゃいけなくて、ね、やっぱタイヤのグリップ限界が車の限界だから、いくら安定しててもね、やっぱそこを忘れちゃいけないんだけど、 でも
そういう意味ではタイヤの性能をフルに使えるっていう言い方だよね、はい、逆に言えばね、あのスタッドレスタイヤの持ってる性能をほぼ 100% 使い切れる、うん、切れるってことだよね、はい、ガソリン車とそこまでなかなかできないです、ね、できないし、ガソリン車プラス我々の運転だと多分 70%、60%、70% ぐらいまでしか使えないと思います、うんうん、いくら感度が高いで言っても、うん、そのくらいだから車のやっぱり電子制御は進んでるし、まあ、人間の能力を超えたところにあるので、いやそうだね、はい、本当そうだね、うん、いやでも本当そうやってお話を伺うと、こうね、電気自動車ってこういろんな可能性がありますね、はい、そうなんですよ。で僕だからそのリーフの E ペダルを雪の上氷の上でその試した時にすごく驚きましたし、はい、さらにこれはもしかすると今後の自動車 その概念が変わるかもしれないなっていうふうに感じたんですね。多分もっといろんな制御を突き詰めていけば、おそらくその雪道とかじゃなくて普通の道走る時にも、もしかしたらペダルは1個で済むようになってくるかもしれないですし、なんかまあハンドルにしても今丸いもので操作してますけれども、それとはまたちょっと違った何かこう操作体系みたいなのができたりとかってなると、今度コックピットに座って運転するっていうのとはまた違ったものにもなっていくかもしれないし、すごいなんかこうイメージ膨らむよね、イメージが膨らんできます、なんか未来がどんどん現実になってきてますね、なんかね、ハンドルがジョイスティックになったりするかもしれないですよね。夢も広がりますね、なんかね、ありがとうございました。はい、ということで本日はですね、川口学さん初登場でね、はい、ザ・モーターウィークに来てくれましたけれども、またぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。 The Motor Weekly。 お送りしてきましたザ・モーターウィークリー、いかがでしたでしょうか。ということでね、はい、川口学さん来ていただいて初登場ですごく滑らかね。ねえ、やっぱ慣れてらっしゃいますよ ね。安心して聞いた。本当ですよ、うん、で慣れてるといえばですね、うん、やっぱり私磯部さんすごいなって思ってて、でも皆さん、そうそう、磯部さんってね分かんない、誰だったかもしれない、ね、そう、日産リーフのですね開発責任者ね、はい、うん、出ていただきましたけれどもね、うん、そうなんです。なんかこう、私はラジオの DJ としていろいろ喋らせていただいてるわけですが、はい、なんかゲストさんの方が上手ですよね。彼はトークショーとかね、YouTube とかね、いろいろやっぱり喋る場面いっぱい経験してるから ね、ラジオもいっぱい出てるみたいで、そうそう、でもなぜかうちが初登場だったからね。そうなんですよ ね、またでも出てくれるって言ってたから、はい、ね、楽しみですけど、ね、また面白い話聞きたいですね。はい、なんかすごい横浜のこの景色に感動してましたよね。あ、スタジオからの景色、そうそう、まあでも綺麗だよね、本当に ね、そうなんです。はい、次回はですね、どんな方が来てくれるのかということでね、ぜひね、これからもザ・モーターウィークリー楽しみにしていただきたいんですけれども、今日はですね、プレゼントがあります。プレゼントは日産リーフのプルバックカーをプレゼントします。4名様です。あのザ・モーターウィークリーのですね、あのホームページにこのプルバックカーの写真を載せておきますので、皆さんぜひねチェックしてくださいね。アドレスは tm@fmyokohama.jp、 ザ・モーターの頭文字 TM に続いて @fmyokohama.jp まで、日産リーフのプルバックカー欲しいと書いて送ってくださいね。メッセージもぜひお願いします。ということで、ザ・モーターウィークリー、お相手は藤本恵美里とオートプルーブ編集長高橋明さんでした。また来週。